ゾーファーの233特集で、南部線の233が、e、E233 系8000番台、5000番台を元にした想像図ですって書いてあるんですけど、これ、このカマをかけた意味が分かりました。なんかあの、表示があの、普通ならあの、発表した1年前の7000番台を基本にしなくちゃいけないんですけど、この5000番台を基本にしてるということは、なんかしらおかしい。 ので、あの、SNP 搭載で、えー、ただマークはついてないんですけど、やっぱりこの5000万台を元にした作成した想像図ですって書いてあるということは、この鉄道ファンという雑誌は、なんか絶対これ釜かけてるっていうようなもんですよ。まあ、鉄道ファンの記事の中に、まあ、ガセガセっていうのもあったんですけど、 あの、やっぱか、やっぱりか、かまかけてたんだね、と思いますね。あの、モニターは、あの、三菱の、あの、最強線、最強パクリ仕様ではなくて、あの、5000番台と2000番台のような、あの、日立製だそうです。もう、第二の浜線ですね、もう。浜線の二の前って言った方がいいですね、もう。以上、ナナミスでした。